はいどうも皆さん、こんにちは。チョコを1個でももらった人は来よか。というわけで今回も動画を撮った後に出かけなきゃいけないので爆速でいろいろやっていくんですが、そういえば以前もこういうことを言ったら、なんで出かける前に動画を撮るんですかってコメントがあったんですけど、それは動画を作るのが仕事だからです。動画投稿を休むとその日の収益が0円になるため絶対に休めません。多分去年の3月くらいからガチで1日も動画投稿を休んでないと思います。マジでブラックです。というわけでいつも通りやっていくんですけど、まず今日のショップにはシンスキンのアダナ・オブ・ザ・ディープとそのセットのアイテムが販売されています。これはエピックが公開していたコンセプトアートに存在していたスキンで、同じくコンセプトから登場した旧正月のスキンと比べるとかなり忠実に再現されています。これは結構可愛いのでおすすめです。さらに暗号化されていたブードアップグルーブというエモートも新発売されています。そしてタートルズのジャムトラックもこっそり新発売されていました。そんなわけでショップで新アイテムを購入する際はクリエイターサポート SHAPO も必ずお願いします。クリサポをしないとパワハラします。ちなみに今日のショップにも色々問題が発生しているんですが、まずセットに付属していないバックアクセがサムネに表示されちゃっている FNCS のバンドルなんですが、実はこれ昨晩一瞬消えていたらしいです。ただまたもやしれっと復活しています。もうこれエピックは開き直りましたね。でこの件については運営もアナウンスをしていて、当チャンネルの予想通りこのバックアクセはバンドルの購入者に後日配布をされます。つまり今回は返品対応にはなりません。そして FNCS に出場し上位入賞した人にこのバンドルが配布されない問題も発生していたんですが、それも後日配布されるみたいです。多分次のアップデートだと思います。でその時点でこのバンドルを先に買っていた人には無料返品が可能になるようです。そうなくて1個のバンドルで2個のバグを生み出すエピックは天才ということが分かりました。ちなみにこの新たな FNCS スキンは今シーズン限定ではなくて、以前あったチャンピオンカエラのセットみたいにいつでも再販ができるセットとなっているみたいです。なんかそう聞いてしまうと購入意欲が下がります。やっぱり限定がいいですよね。ただ期間限定販売のスキンってエピックからするとその1回しか販売ができないため、開発費を回収できるラインまで売れなかった場合は赤字になってしまうので、あんまりやりたくないのかもしれません。あとフォトナの本場アメリカでは今日のショップ変更の段階で2月14日、つまりバレンタインの当日だったんですが、今日のショップのバレンタイン系アイテムはマジでしょぼいです。これはやっぱり以前予想していたように次のアプデ以降にバレンタインや旧正月系のイベントがワンチャン来るという説も当たっているかもしれません。タートルズのイベントと被ったから、それらのイベントのタイミングをずらしたという可能性は高いと思います。まあずらしたんじゃなくて中止にしたという説も全然あります。他にもショップ関係で言うと、現在暗号化されているアイテムが4つ存在しています。1つを除いてどれもデータ容量が大きいため、これはスキンかジャムトラックの可能性がかなり高いです。まあ最近は暗号化を無理やり突破するハッカー少年もフォトナ界隈で全く見なくなりました。次はチャプター3シーズン3のマップ用のコンセプトアートが公式側の人から公開されています。これはあのプレイヤー人数が激減した地獄のシーズンと呼ばれているあれです。ちなみにこのシーズンにプレイヤーが激減した理由というのが、まずチャプター3シーズン2からゲーム性にほとんど変化がありませんでした。まず新たに追加されたギミックはそんなに嬉しくない動物に乗れるというもの。ただこれは乗りたいと思っても動物があんまりマップ上にいませんでした。増やしすぎるとスイッチが爆発します。さらにレアリティの高いアイテムが入手できる木の実を植える機能もあったんですが、なんか XP グリッチに悪用された覚えしかありません。あと植えるのがそもそもめんどくさかった記憶があります。他にもマップにはリアリティツリーとジェットコースターが登場したんですが、これも到底人気のあるロケーションというわけではなく微妙でした。でそんなチャプター3シーズン3は海外でも人気度はかなり下がっていたんですが、日本ではスプラトゥーン3の発売と重なっていた時期ということもあってガチでフォトナがかそっていました。最近は逆にスプラ3をやっている人は熱心なプレイヤーだけでエンジョイ勢はみんな死滅したと思います。で本題なんですけど、地獄のシーズンのコンセプトアート1枚目がこんな感じ、まさに遊園地という感じのロケーションになっています。観覧車は1回でいいからフォトナに来てほしいです。2枚目がこんな感じの工場みたいなやつです。これも実際には登場していなかったと思います。3枚目がこんな感じ、マップの一部の場所のコンセプトになっているんですが、これがどこなのかという記憶はありません。あとセブンのメンバーがいるのが懐かしいです。実家のような安心感。僕の実家は1月の地震で基礎に亀裂が入って安心の実家ではなくなりました。そして4枚目が例のジェットコースターです。嫌な思い出が蘇ります。そんなわけで地獄のコンセプトを見てきたんですが、実はここにも意味深な部分がいくつかあったので、フォトナの考察もよくしている私がそれを紹介していくんですが、まず2枚目の画像に写っているこのスキン、これは実際にはフォトナに登場していません。特徴的な髪型にタトゥーが入っていて上半身裸の変質者スキンなんですが、これがエピックの公開しているコンセプトアートに存在していたこのスキンにポーズがかなり似ています。さらに特徴的な髪型もこのスキンとちょっとイメージが似ていますよね。ちなみにこのコンセプトスキンも当初はチャプター3シーズン3に来ると言われていたので、一応つじつまは合っています。さらに同じく2枚目の工場の壁にはチャプター4シーズン2で初登場したザ・アンシーンという組織のマークがついています。これがどういうつながりがあるのかは不明なんですが、世界を裏から支配してそうなトライアークノックスや指名手配犯スキンの皆さんはチャプター3のセブンやや IO が健在だった時代から実は存在していたのかもしれません。次は2024年10月にフォトナとレゴがコラボした商品が販売されるみたいです。ただレゴとコラボをしているものの、レゴブロックの商品ではなくて、レゴスタイルのフィギュアになるみたいです。まあ全部で何個ついてくるのかは不明なんですが、そのうちの一つに骨のピーリーが付属することが判明しています。で、こっからが飯馬案件なんですが、以前渋谷で配られていたこのレゴのダマちゃん。これは現在もメルカリで6000円くらいで転売というか、まあ販売されてるんですが、どうやらこれはそのフィギュアの販売特典としてついてくるらしいです。今レゴのラマの在庫を抱えている転売ヤーの方は、今すぐそれを放出しないと大赤字になるかもしれません。次はこういった情報をいろいろまとめていくんですが、まず次のアップデートが木曜か金曜になるという話を前回の動画でしました。まあ詳しい理由は前回の動画で話しているので省略します。で、昨晩エピックのテストサーバーにバージョン 28.30 のデータが追加されました。ということは来週の水曜にアップデートが来ることも全然あり得てしまうので、一応火曜から金曜のどこかでアップデートがあって、現状は木曜の可能性が一番高いというわけです。次は昨晩フレンドリストのフレンドが全部消えるというバグが発生していて、僕の知り合いもこの被害に遭っていました。ちなみに再起動すれば治るので大ごとにはなってないんですが、以前の年齢制限でフレンドが全部消えたキッズのプレイヤーはトラウマが蘇ったみたいです。ただそんな謎のバグは現在はすでに修正されています。次はクリアに登場していたキングオーシャーのマップがなんと2月末で全部公開が終了するみたいです。僕は最初に登場したマップしかやってないんですが、キングオーシャー要素がゼロでくっそつま、もったいない出来となっていました。その他にも4つのマップが公開されていたみたいなんですが、これはどうだったんでしょうか。まあでもフォトナ界隈でもキングオーシャーはかなり話題になっていたので、宣伝としては成功したんじゃないかなと思います。そのわけでこれらのマップが消える前に興味のある人は遊んでおくのもいいかもしれません。ただ1つ目のマップの途中で気が狂うと思います。次はタートルズのミシック武器である沈棒で攻撃をしながら海に入るとこんな感じでバグることがあるらしいです。これはめちゃくちゃ面白いですね。ちなみに当チャンネルのショート動画ではこういうバグや様々なグリッチの検証、あとはガフちゃんを食べる動画を上げているのでよかったら見てみてください。最後にチャプター5の世界はチャプター2の世界のリメイクなんじゃないかと考察されていて、まあそれもそのはずでチャプター1の世界のシーズン OG から続いている世界のためこんな考察は誰でもできるんですが、じゃあ今のシーズンがチャプター2シーズン1がモチーフになっているかというと、実はそれだけではなくてチャプター2シーズン1とシーズン2の要素が混ざっているっぽいです。特に全身がダイヤになっているモンタギューはマイダスっぽいし、何か関係があるんじゃないかと話題になっています。で、そんなモンタギューとマイダスの顔を組み合わせるとこんな感じになっていて、なんか全然違和感がないですね。ちなみにドノマスとジョーンズを合体させるとこんな感じです。その中でチャプター5世界ではおそらく次のシーズンでチャプター2シーズン3や4の要素が来る可能性が高く、現状その伏線も多く存在しています。例えばチャプター2シーズン3は最初マップが水没していたんですが、現在も氷山の雪解けが進んでいて、それでマップの水位が上がって全体が水没する可能性があります。さらにマップ上にはアトランティスがモチーフのコーラルキャッスルの住民コーラルバディが大量に出現していることから、マップ全体が海になることを示唆していたり、このアトランティス自体も今後登場する可能性が高いです。で、チャプター2シーズン4といえばマーベルコラボなんですが、そのコラボコミックも新しいものの販売が予定されています。ただドナマスが引退したせいで発売が延期になってるみたいです。そのわけでチャプター2シーズン3と4のストーリーがチャプター5の次のシーズンでなぞらえる可能性は高いと思います。